幸せそうだな。ああ、よかった。カイネ、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。わかってる。くそ、楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意を世界にまき散らせるっていうのに、なんでこんなに悲しいんだ、なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。カイネ、どうしたんだ。いいか、今から言うことをよく聞いてくれ。私の左半身の魔物の領域が広がっている。もう間もなく私は暴走してしまうだろう。止められない。もう俺には止められないんだ。そんな。いいから聞け。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前に私を殺せ。最後の頼みだからな。暴走したゲシュタルトに意識なんかない。お前と俺の記憶は全部塗りつぶされちまうんだ。カイネ、助ける方法ならある。誰だ。そんなことはどうでもいい。
時間がないのだ。お前聞け、ハイネを助ける方法はある。だがお前にとってそれは辛い選択になる。構わない、助ける方法があるならさっさと言ってくれ。タイミングを見て俺がカイネの動きを止める。その隙を逃すな。剣できっちり刺せ。そんなことしたらカイネはどうなる。俺を信じられないか。ならこのままカイネを見殺しにするんだ。よくやった。お前の大切なカイネを救うには二つの方法がある。一つはカイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つは、もう一つはカイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るならお前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする。多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。一緒に帰ろう。聞こえるか。俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみを。だからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう。カイネ。一緒だ。